純白の輝きを姫し娘、学徒たる証を携え我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。ここがジェニス王立学園。よし。ほう、あれが噂の編入生ね。たか？いや、はやぶさか。あの時、もう誰にも頼らないと誓った。縛られて生きるのが嫌で、流されて生きるのが嫌で、私は自分の足で歩いていく。胸に秘めた静かな決意。それが単なる言い訳に過ぎないことも、心のどこかで気づいていた。はいはい、みんな、こっち注目。こちらは編入生のクローゼリンツさんです。コースは社会科ね。うん、私の受け持ちだわ。じゃあクローゼさん、ご挨拶してください。はい。一年に編入となったクローゼリンツです。この素晴らしい学園での生活を長い間楽しみにしておりました。今日皆さんの一員となれてとても光栄に思います。私はとんだ未熟者で、皆さんにご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いします。突然の編入生か。いいところの子かな。ちょっと硬い感じもするけど。1年の5月に編入ね。ちょっと訳ありっぽいよな。あ、質問いいですか？クローゼさん、出身は？リベールの人？
はい、グランセル地方の出身です。ご趣味などはお持ちですか？あ、特にありません。本当ですか？つまんないなぁ。でもやっぱり特に趣味とかは、強いて言えばお菓子作りでしょうか。でも人に言えるほどのものじゃないし。編入試験ってすごく難しいんだろ？よく受かったよな。あの入試より難しいのか？うわあ、ありえねえ。ん？優秀なんだな。はいはい、みんな質問は授業が終わってからにして。クローゼさん、適当な席に座ってね。あ、はい。じゃあ授業始めるわよ。教科書の23ページを開いて。もう謎の編入生、なんだか気になるわね。はあ、やっと終わったよ。今日も有意義な一日だったな。モニカ、練習始めるよ。あ、はい。あらら、みんなもう帰っちゃったの？このプリント配ろうと思ってたのに。あ、先生お困りなのでしょうか。よし。あのビオラ先生、何かお困りでしょうか。私でよければお手伝いしますけれど。でも、そうね。じゃあ頼んじゃおうかしら。あ、はい。悪いけど、このプリントを社会科のみんなに配っておいてほしいの。結構大切なプリントだから、配り忘れがないようにお願いね。はい、わかりました。職員会議が始まっちゃう。このプリントって社会科コースの年間単位表？これはきちんと配らないと。とりあえずまだ教室に残っている人たちに配って、あとはクラブ活動に向かった人と寮に帰ってしまった人ですね。よし。まあ、それでは共和国にはそのようなものが。ええ、何しろ国土が広大ですからね。それに合わせた交通手段が。あのいや、
クローゼさん、どうかしましたか？はい、ミオラ先生からプリント預かっていまして。まあ、社会科コースの単位表ですね。ご親切にありがとうございます、クローゼさん。いえ、とんでもありません。こちらこそお話のお邪魔をして申し訳ありませんでした。私はこれで失礼させていただきます。はい。クローゼさんって礼儀正しい方なのですね。ええ、そうですね。あそこまで丁寧に言われると少し緊張してしまいますよ。いけませんね。おや、クローゼ君、もう学園生活には慣れたかな？学園長、突然の編入を認めていただいてありがとうございました。今回の件につきましては。クローゼ君、君は正式な編入試験を受け合格点を取っている。それだけのことだ。いら抜きを回すことはない。はい。あのダメ人間め、一体どこに隠れてんのよ。これだけ探しても見つからないなんてな。ルーシー先輩、俺もう限界っすよ。おーい、そこだれるんじゃない。ハンス、あんた実はサボってたんじゃないでしょうね。いや、マジで真剣に探したって。目撃情報は山ほどあるのにどうして見つからないんだ。やっぱり今日中に捕獲するのは難しそうね。レオ君、どうしましょう。仕方がない。生徒会の仕事は俺とルーシーで進めておく。だが最終決戦には奴が必要だ。お前たちは早急に探し出せ。はい、はい。
人とも、また後でね。はい。じゃあ、創作再開といきますか。はあ、気が重いな。お、クローゼ、どうしたの？そんなにプリントなんか持って。これは少しビオラ先生のお手伝いをさせていただいていて。それで放課後に配って回ってるのか。ふーん、俺なら断っちまうけどな。クローゼ、なんだったら私たちも手伝おっか。ちょうどこれからあちこち回る用事があるし。いえ、これは私の仕事ですから。ジルさん、ハンス君、それでは失礼します。あのさ、彼女と同室になったのよね、寮の部屋。ああ、なんだ、そうだったのか。編入生クローゼリンツ、蝶がつく天才だって有名だよな。いいじゃないか、毎日勉強教えてもらえるぞ。でもさ、なんて言ったらいいか、上品だしすごく礼儀正しいんだけど、どこかよそよそしいのよね。まあちょっと肩肘張ってる感はあるよな。でも同室なら会話くらいあるだろ。いや、私とも挨拶くらいしかしないのよね。もうちょっと普通におしゃべりとかできたらいいんだけどな。着替え中のようです。後でまた来ましょう。今は入れないみたいですね。後でまた来ましょう。生徒会長を見かけたらすぐに我々に通報するように。あら、あ、もしかして編入生の子？あ、はい。生徒会室は初めてかしら。そんなに緊張することはないわ。私は副会長のルーシー・セイランドよ。そちらが初期兼会計のレオ君。はじめまして。あなたのことを歓迎しますね。あ、綺麗な人ですね。私クローゼリンツです。よろしくお願いします。こちらこそよろしく、クローゼさん。これからの学園生活、いろいろあると思うけれど、頑張ってね。あなたなら大丈夫と信じているわ。あ、はい。これからの学園生活、いろいろあると思うけれど、生徒会に苦情があるときは遠慮なく言ってね。私が何とかするから。はい。あ、クローゼ、本当に手伝わなくて大丈夫？はい、社会科の皆さんにプリントを配るだけですので。さ、声かけてね。私たちも人探ししてるとこだからさ、ついでだしね。君はクローゼリンツ君、僕に何用かな。いえ、
先生からプリントを預かってまして。ふん、これは年間の単位表。これは1年の間は共通授業の比重が大きいのか。うん、体育で5単位。ありえん。邪魔をしてはいけませんね。ではこれで失礼します。待ちたまえ。いや、このプリントによれば定期試験は6週間後のようだ。君もみっちり勉強しておきたまえ。油断していて足を滑らせたなど。はい、精一杯頑張らせていただきます。遅いぞ。あのごめんなさい、間違えました。いや、間違えたのはこっちだけど。あ、そうですね、ごめんなさい。だから間違えたのはこっちだって。はい、二人ともストップ、ストップ。ごめんな、クローゼさん、うちの部長気が利かなくてさ。で、なんか用事？俺、あ、そうだったんですか。確かクララ先輩は社会科コースでしたよね。でもやっぱり今はお邪魔でしょうか。ミーティングの後にもう一度来てみようかな。あ、わかった、クラブ見学だ。よし、新入部員ゲットね。クララ先輩、短絡的すぎっす。なあ、この人のことは気にしないで。でさ、用事があんなら早めにお願いしたいんだけど。ではこれを。なんだ、単位表じゃん。
もったいぶるから期待してたのに。がっかり。すみません。ではこれでおいとまさせていただきます。あ、うん。なんか変わった子ね。1年の編入生っすよ。ほら、噂になってる。ああ、あの子が。ついでだから見学していけばいいのにさ。クローゼか。この辺りでだらしのない人を見かけなかったか。だらしのない人ですか。ああ、心当たりがないならいいんだ。おかしいな、この辺にいないとすると。ねえ、リックス、僕たちはどうしてここにいるんだろうね。もう春が来たよ。なのに僕の心はまだ冬ごもり。はあ、どうしてこう何もかもがうまくいかないのかな。すみません。あれ、君って確か一年の編入生だよね。はあ、いいよな、君みたいに頭のいい人は。これビオラ先生からお渡しするように言われまして。僕さ、また留年しちゃったんだよね。もう一度三年生をやるなんて、はあ、最悪だよ。僕も一年生の頃は希望で満ち溢れていたのに。なんて慰めたらいいんでしょうか。さんだっけ。何か用事？はい、ミオラ先生からプリントを預かっていまして。ああ、単位表か。うう、授業がこんなにある。2年生にもなるときついな。でもこれって別に急ぐ話じゃないよね。そうなんですか？うん。
オラ先生って去年も私忘れてたよ。確かずいぶん後になってもらったんだ。先生美人だけどちょっと抜けてるとこがあるから、クローゼさんも気をつけなよ。ちょっと頑張り屋さんすぎるからいいように使われちゃうよ。あ、モニカ、こんなとこにいた。もうミーティングが始めらんないじゃん。あ、はーい、今行きます。じゃあね、クローゼさん、プリントありがとう。はい。でも私はしっかりやらないと。私はただ何かに必死にしがみついていたかっただけなのかもしれない。誰にも頼らない私の触れ得るものは少なく、何も見えない私が受け入れるものはなかった。だからこそ私は自分はやらなければならないのだと念じ続けた。取り残されないように、置き去りにされないように、私が私を見失わないように。あ、あれ？私のプリントがない。教室に忘れてきたのかな。うん、きっとそうだ。取りに戻らないと。私、こんなので大丈夫なのかな。でさ、さっき編入生の子が来たんだけど。ああ、あの天才とか言う、それがさ、でね、早く帰って授業の復習をしないと、習得単位の確認もしないといけませんよね。はあ、少し疲れちゃったな。よう、編入生くん。生徒会長のレクターだ。おう、今日は夕焼けが綺麗だな。はい。どう、この学園の感想は。あ、はい、とても良いところですね。設備も充実していますし、学業に励むための素晴らしい環境だと思います。なるほど、そうきたか。いや、学園生活の方はどうかと思ってね。見たところあまり楽しんではいないようだが。そのまだ慣れてなくてうまくいかないこともありますけど、
でも私頑張りますから。はあ、そんなことをするためにここに来たの？え？いやあ、お前って真面目だな。たまには手抜いたりしないわけ？あの、俺ってさ、一応生徒会長なんだよな。どう？生徒会。割と楽よ。勧誘ですか？俺たちと一緒に青春の汗を流さないか。あ、なれ、外したか。この人って、生徒会長なんですから、偉い人なんですよね。でも、なんだろう。むしろ、その、全く信用できない感じが。ああ、そういやミリアが授業に出ろってうるさかったな。今度はどうやってごまかすっかな。ミリアがカンカンに怒りそうなやつ。なんだかやっぱり信用できない。私もう寮に戻らないと。このアングルで立つと見える。失礼します。そっちは男子寮。やれやれ、世話が焼けるやつだな。学園の生徒たちによる自主的な運営組織。学園の風紀秩序や生徒の諸活動について取りまとめ、自主的な権限と責任を持つ。そして生徒会の最重要任務は創作である。ここにもいない。くそー、あの極悪生徒会長め。今度は絶対裏をかいて生徒会室に戻ってると思ったのに。レクターさん、毎回逃げ方が巧妙になってるよな。校舎は探したし、寮も一通り回ったし、あとは中庭の茂みくらいか。ぬー、バカにしやがって。行くわよハンス。何としてもとっつかまえて溜まってる仕事をさせるのよ。おう。あれ、クローゼ、こんなとこで何してるの？ジルさんとハンス君。はい、少し空き時間なので。それって授業の予習か？うわー、すごいわね。さすが超難関の編入試験を突破しただけのことはあるわ。別にそういう意味では。あ、そうだ。ねえクローゼ、レクター先輩見なかった？レクター先輩ですか？もしかして
の人に何かされたとか？いえ、大したことではないので。申し訳ありません。またうちの生徒会長がご迷惑をおかけしまして。本当になんとお詫びしてよいのやら。以後このようなことがなきよう徹底いたしますので。どうかこの件に関しましてはご容赦のほど。私そういうつもりじゃ。その本当に大したことではないんです。え、そうなの？はい、ほんの少しからかわれた程度です。はあ、びっくりした。今一瞬目の前が暗くなっちゃったわ。まったくだ、脊髄反射で謝っちまったぜ。はあ、レクター先輩ってそんなに問題を起こす人なんですか？ん？ああ、問題を起こすっていうか、あの性格がすでに問題なのよ。この数週間だけでも逃亡すること数知れず、おまけに方々に迷惑かけて回ってるの。あちこちから来る苦情の対応だけでも大変で大変で。可及的速やかに拘束すべしが生徒会の基本方針なんだ。もはや生徒会じゃない気もするけどな。そうなんですか。クローゼどうかしたの？いえ、なんでもないんです。そういえば、レクター先輩なら先ほどクラブハウスの屋根の上で寝てらしたみたいですけど。え？それ本当？屋根の上か。そいつは気づかなかったぜ。クローゼ、よく見つけたな。本当はチークが見つけたんですけど。ハンス、今度こそあれを捕らえるわよ。おうよ。ありがとね、クローゼ。助かっちゃったわ。じゃあ、またな。あ、はい。レクター先輩、やっぱりいい加減な人みたいですね。でも、あの時は確か私に尋ねましたよね。君はそんなことをするためにここに来たの？ない。さっきまではここにいたわよ。どうやって逃げたんだ。でー、どこに行きやがった。あ、クローゼだ。そうだ、クローゼに聞いてみよっか。ん？ああ、いいかもしれないな。さっきもレクター先輩の居場所を見破ったくらいだし、頭脳明晰なクローゼなら戦力になるんじゃないか。よし、ちょっと行ってみましょう。クローゼ。ジルさん、ハンス君、もしかして屋根の上にはいませんでした？いや、見つかったは見つかったんだけど。
一瞬目を離した隙に逃げられたのよ。おかしいよな。あんな屋根の上で逃げ場なんてどこにもなかったはずなんだが。はあ、屋根の上でですか。それでそのクローゼ、やつの居場所に心当たりとかない？どんな些細なことでもいいんだ。頼む、思い出したら教えてくれ。あ、はあ、本当にお困りみたいですね。じゃあクローゼ、居場所を知ってるの？私じゃなくって、ちょっとジークに聞いてみますね。ジーク？お、わあ！白いハヤブサ？クローゼのペットなのか？いえ、ジークは友人のようなものです。そうなんだ。ジーク、レクター先輩見なかった？ほら、さっき屋根の上で寝ていただらしのない人。え、見失っちゃったの？いいよジーク、気にしないで。ごめんね、ありがとう。ジークでも捕捉できないなんて、よほど素早い人ですね。いや、それよりもハヤブサと話せる方が驚きだ。まったくよね。クローゼって本当に謎の編入生だわ。え？ああ、別に悪い意味じゃなくって、ただすごいなと思って。なあ、確かに特殊能力だぜ。でも肝心のレクター先輩が見つからないんじゃな。そうですね、ジークに見えないのなら屋内にいるんじゃないでしょうか。おそらくこの時間帯に人気のない場所。なるほど、それならだいぶ絞り込めるわね。まず空っぽの教室に、寮や行動、あとは休校舎。それでも結構広いぞ。あの、私も手伝いましょうか？え、いいの？クローゼ、何か用事があるんじゃ？いえ、クラブ見学をしようかと思っていただけなので。クローゼに頼むのは少し悪い気もするが、手伝ってくれるなら大助かりだぜ。むしろこっちから頼み込みたいくらいよ。クローゼ、本当にいいの？はい、大丈夫です。やった、それじゃあ3人で探しに行くとしましょう。今度こそあの首に縄をつけてやるわ。
会長、あまり迷惑をかけないでください。ふん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 。あの、その本は？猫語日常会話辞典。にゃーご。にゃん。うににゃーん。一日中そんなことをやってたんですか？懸命に生きる私は目をつむって大きくて空っぽな世界を走り続けていた。それが何をなすわけでもなく、私は大空を飛べるわけでもない。ただ立ち止まった時、その小さな箱庭は呆れるほどに広かった。そうだ、私は何のためにここへ来たのだろう。ここは公式で。あれ？うまくいかないぞ。ああ、定期試験の季節か。学生は大変だな。先輩も一応学生ですよね。試験勉強とかしないんですか？試験ね。試験、試験。やる気なさそう。こんなところにいた。ルーシー先輩。ほら、レクター、勉強するわよ。待てルーシー、俺はだな。ルーシー先輩、そんなお姿も素敵です。いかんいかん、勉強せねば。終わったぜ。さすがに天下の王立学園、内容が半端じゃないわね。あたしゃもうくったくたよ。あ、クローゼ、どうだった試験の出来は？まあまあかな。またまた謙遜しちゃって。この今の笑みはなんだ？まったく余裕こいちゃっても。お前たち
通行の邪魔だ。ここにたまるな。あ、レオ先輩。すみません。ああ。本日から生徒会活動を再開する。ジルとハンスは2時から生徒会室でミーティングだ。遅れるなよ。はい。そうだな。クローゼ君は好きにしたまえ。クローゼにも来てほしいってことかしら。レクターさんを捕獲するのにクローゼは必要不可欠な人材だからな。レオ先輩もクローゼのことを認めてるんじゃないか。ちょっと大げさな気もしますけど、でも私も行ってみようかな。なんだか楽しそうですし。いやそれほど楽しくはないと思うぞ。ま、クローゼが来てくれると大いに助かるわ。もちろん大歓迎よ。そんじゃ昼飯の後は3人で生徒会室に行くか。はい。珍しくレクター先輩がいる。珍しいとはなんだ。珍しいとは、俺はいつもここでだべってるだろうが。仕事をしてないことは否定しないんですね。ルーシー先輩、お久しぶりです。ハンス君、元気そうね。試験の方はうまくいきそう？そんなの俺に聞かないでくださいよ。ダメだったわけね。お前たちさっさと席に着け。はい。全員揃ったようだな。それでは今日の議題だが、まずはみんなの将来の夢を聞こうと思ってな。そこの3名、1人ずつ将来の夢を語れ。レオ君、続きを。まずは今年度の生徒会活動を一通り説明しておく。それから具体的な活動内容と年次予算の割り振りを詰めていく予定だが、まずはジル、お前からだ。お前が今感じている乙女のハートフルな思いを簡潔に表現してみせろ。打倒生徒会長です。見ての通り、これは戦力外だ。何も期待しないように。レクター先輩、いてもいなくても迷惑な人だ。それでは今年の活動内容だが、例年通りならば来月から。レクターさんを探すのも疲れるが、出席してるのも疲れるんだよな。唯一の救いはルーシー先輩に会えたことだぜ。試験期間中は会えなかったからな。おいおい、今朝も必勝祈願とか言って会ってなかった？
私もお見かけしましたよ。おお、お前ら暇そうだな。先輩よりは忙しいです。これから各クラブの部長さんを回って予算案を作成しなきゃいけないんで。そうか、ならクローゼだな。え？これってルアン市長に提出しなきゃならんらしくてな。レオがうるさいのだ。クローゼ行ってこい。それ本当はレクター先輩の仕事なのでは？いや、そんなわけ。クローゼ、お前頭に羽ついてんぞ。え？ジークのやつだな。そういや、あいつそろそろ羽が生え変わる時期とか言ってたしな。いつからついてたんだろう。もしかして試験中も？恥ずかしい。先輩、ジークのこと知ってるんですか？それに言ってたって。ああ、その封筒よろしく。本当に得体の知れない人ですね。クローゼ、まんまと仕事押し付けられてるわよ。それに言いにくいんだがな、別に羽毛なんてついてなかったぞ。あ、またからかわれました。ほらクローゼ、すぐに追いかけて突き返さないと。そんな仕事クローゼがやることないわよ。いや、今から追いかけて捕まるかどうか。そうだな、このタイムラグなら早くて5時間ってところか。もう私が行ってきます。その方が早そうですし、ルーアンの市長さんに届ければいいんですよね。クローゼには私たちを手伝ってもらうつもりだったのに。ごめんなさいジルさん。うん、やいいっていいって。それよりクローゼ、道わかる？ルーアンの市長邸はね。あ、知ってます。以前お伺いしたことがあるので。あれ、そうなんだ。まあクローゼなら大丈夫だろう。でも魔獣には気をつけてくれよ。はい、じゃあここでお別れね。また後でねクローゼ。早めに帰ってこいよ。はい。時は外出許可を取らないと。学院長に事情を説明してみましょう。私、生徒会長を務めさせていただいておりますレクターと申します。当学園の見学でしょうか？喜んで。化けてますね。
おや、クローゼ君、どうかしたのかね。すみません、学園長、少し用事ができてしまいまして。外出許可をいただけないでしょうか。なるほど、もちろん構わないとも。ありがとうございます。うん、君もこちらの生活にだいぶ慣れてきたようだな。話は聞いているよ。よく学園の中を走り回っているとか。最近生徒会のお手伝いをさせていただいているんです。それでそのちょっと走り回る用事がありまして。そうか。では私これで失礼しますね。ああ、道中気をつけてな。はい。いい、うん、これも彼のおかげかもしれんな。初めてですね。前に来た時は百日戦役の時だったかな。あ、そうだった、この時間帯は通れないんだ。市長邸に行くには少し待たないと。まあ別にいいですよね、急ぎの用事でもないみたいですし。ウーアン、こんなに華やかな街だったんですね。掛け事禁止ですよ。ああ、知ってるとも。何せ俺は生徒会長だからな。あ、来た来た。本当に生徒会長なのかしら。今度学園長に確認しておかないと。この鐘の音は橋が降りたんですね。先輩、私は先に用事を済ませてきますから、ここでおとなしくしていてくださいね。おもうちょいだな。何がですか、本当に。
すみません、ジェニス王立学園の生徒会の要件でお伺いしたのですが、ダルモア市長にお会いできますでしょうか。ああ、市長に面会でしょうか。申し訳ありません。ただいま市長は不在でして。お急ぎのご用件でなければ、本日のところは。いや、要件なら僕が聞こう。僕は市長の代理を任されている秘書のギルバートだ。君は王立学園の生徒だね。あ、はい。生徒会からの提出書類なのですが。ああ、本年度の生徒名簿だね。ジェニス王立学園は基本的に全寮制だからね。毎年生徒が出入りするだろ。住民登録を簡略化するために学園単位で提出しているのさ。ま、そうだったんですか。何を隠そう、この僕も王立学園の出身だからね。これでも生徒会の一員として励んだこともあるんだよ。うん、学園の生徒会はとてもいいところだった。誇り高く純粋で何よりも理念があった。あ、そうだったんですか。もう見る影もありませんが。あの時の経験は市長秘書となった今も確実に役立っている。君も生徒会の一員として頑張ってくれたまえ。ありがとうございます。本当は生徒会のお手伝いをしているだけなんですけど。では私これで失礼しますね。ああ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい。僕なら力になれると思うよ。ありがとうございます。レクター先輩、おとなしくしてるでしょうか。先輩、すみません、ここに座っていた学生のことなんですけど、どこに行ったかご存じないでしょうか。ええ、レクター様でございますね。レクター様？先ほど女性の方がお迎えに参られまして。そうそう、一発殴られてらっしゃいました。ルーシー先輩だ。学園の生徒、いえ、生徒会長がご迷惑をおかけしてしまって本当に申し訳ありませんでした。いえいえ、レクター様にはいつもお世話になっておりますから。ああ、そうです、先ほど中断なされたゲームですが、コインの方はいつものようにプールしておきますので、レクター様にもそのようにお伝えください。レクター先輩、カジノまで手を出しているなんて。もうどうやって更生させたらいいのか。
したの？あ、迷子かな？違わい！ちょっと探し物してるだけだよ。探し物？私も一緒に探していいかな？別にいいけど。赤い石、すげえ綺麗なんだ。ここら辺で落としたんだけど。赤い石ね。おかしいな。そして、これかな？あ、うん、これ。よかったね。うん！おいら、クラム。その、ありがとう。お家まで送るよ、ね。いらないって、バカにすんじゃねえぞ。実は私、道に迷ってしまって、お家の人に道を聞きたいんだけど、案内してくれるかな？しょうがねえな。こっち。ほら、早く早く。そんなにせかさないで。あれ？でもこっちって名乗り屋村の子なのかな。マーシア孤児院、私の大切な場所。でもここに来てはいけない。弱い私はきっと何もかも頼り切ってしまう。本当は一番に駆けつけたかった。だけど私は自分の足で歩いていこうってそう決めたから。ね、姉ちゃん？どうしちゃったのさ。先生紹介するぜ。うん。私も少しは強くなれたよね。クラスや学園生活にも慣れたし、親しい友人もできた。剣の稽古を再開したり、レクター先輩を追いかけているうちに随分体力もついちゃったし、今の私なら大丈夫かもしれない。今なら胸を張ってこの大切な場所に帰ってこられる。ね、姉ちゃん？具合悪いの？
大丈夫。クラムくん、中を案内してくれるかな。任せとけって。ほら、グズグズしてっと置いてくぞ。あら、クラム、どこへ行っていたのですか。もうみんなはとっくに。あら、あなたはもしかしてクローゼ。まあ大きくなって、テレサ先生、あの、私。あらあら、泣き顔は変わってないのですね。だって。はあ？どうなってんの？すみません、取り乱してしまって。私、嬉しくてつい。クローゼ。お帰りなさい。はい。あらあら、本当に変わりませんね。クラムもお帰りなさい。でも、勝手に抜け出してはダメよ。ちょっと探し物してただけだって。あの、テレサ先生、ジョセフおじさんはどちらに。クローゼはまだ知らん。主人は、あの人は亡くなりました。もう4年になるかしら。ルーアンに買い出しに行った時に事故に巻き込まれてしまった。ごめんなさい。どうして謝るの？私、何も知らなくて。つまらない位置ばかりあって、ここが大好きだったのに。来ちゃいけないなんて、勝手に思い込んで。もっと早く来ていれば。何よ、もう。え？あ、クラム、どこ行ってたのよ、もう。私が世話をしている子供たちです。ほら、みんな挨拶をして。はーい！マリーでーす！お？ほえ？こんにちは、お姉ちゃん！こら、ポーリー、ほえー、じゃないだろ？クローゼ、
マーシア孤児院はここにあるのですよ。はい。ちょうど時間もいいようですし、お茶にしましょうか。クローゼ、手伝ってくださる？はい。その日以来、暇を見つけては孤児院に顔を出すのが私の日課になった。やはり私は変わっていなかったのかもしれない。弱いままの私で温かい空間に憧れを抱いて、懐かしい先生と愛しい子供たちのぬくもりに包まれて、私はここで心ゆくまで笑い声と共にあった。幼き日のぬくもり、両親を知らない私の唯一の思い出、そんな記憶とともに孤児院は変わらずにここにあったから、私は安心して私自身を騙し続けることができた。そう、私の心はそれほど綺麗なものではない。ついつい長居してしまうのよね。早く寮に戻らないと。消して、いやー、愛しのクローゼ様がいなくて寂しかったのですよ。最近休日になるたびに嬉しそうに出かけちゃってさ、全然帰ってこないんだもん。こんな時間までいつもどこへ行ってるのかにゃ。ごめんなさい、また門限を破ってしまいましたね。なあ、そっちは大丈夫、先生にはうまくごまかしといたから。でもこう何度も続くといずれバレちゃうわよ。はい、そうですね。これからはもう少し早く帰るようにします。でないとテレサ先生にも怒られてしまいますよね。で、いつもどこへ行ってるの？もしかして男か？違いますよ。ちょっと知り合いの家に。ほう、知り合い、知り合いね。それは一体どういう知り合いなのかしら。
マーシア孤児院というところです。以前お世話になったことがあって。え？ああ、そういえばマノリア村へ行く途中にあるらしいわね。なんだ、孤児院か。ち、残念。でも、クローゼらしいかな。えへ。うんうん。かわいそうな子供たちの世話をするなんて、献身だね。よ、この優等生！かわいそうじゃありません！え？あの子たちは、かわいそうなんかじゃありません。それに私は、献身しているわけでもない。失礼します。びっくりした。また悪い癖が出ちゃったかな。私はそんなのじゃない。優等生でも献身でもない。そんな理由で通ってたんじゃないのに。魔は会いたくない。過ぎてるからな。エフォート先生に見つかったらまずいや。ここはハンス、他の生徒とは会いたくないな。ここはハン、他の、ハンス、いる？あ、ああ、ジルか。ちょっと待ってくれ。どうしたんだ、こんな時間に。何かあったのか。別にって顔じゃないだろう。まあ入れよ、今俺一人だし。変なことしないでよ。するか、バカ。さっさと入れ。で、クローゼ絡みか。
ハンスには隠せないな。ハンスはさ、クローゼと喧嘩とかしないの？今のところはないな。あいつ、あんまり自分の意見を言わないし。喧嘩したのか？なんか自分が嫌になっちゃう。私また無神経なこと言っちゃったみたいで。クローゼすごく怒ってた。怒った？あのクローゼが？それはすごいな。ちょっと見てみたい気もする。ハンス、聞いてる？おう、聞いてるとも。なんかさ、もう合わせる顔がないっていうか、帰りたくないな。今晩泊まってっていい？いいわけないだろ。ちゃんと帰れ。謝ればあいつも許してくれると思うぞ。そうかな。クローゼ、もう私なんかと口を聞いてくれないかもね。はあ、こいつ前に似たようなことで友達なくしてるからな。怖いのかもな、クローゼを失うのが。レオ先輩。今日は遅かったですね。ですね、これはその諸事情ありまして。こいつがなかなか帰りたがらなかったというか。経緯はいい。我々は外で寝るぞ。通じたのやら誤解されてるのやら。最近自分がよくわからない。私の後ろに立つのはやめてください。悪趣味です。はっはっはっは。今日は相当機嫌が悪いな。はあ、顔色が悪い。私はずっと憧れていたんです。普通の生活とか家族とか友達とか。でもそんなにうまくいかない。うまくいかないんです。なるほどな。それでなんとなくイラついて物分かりの悪いやつに怒鳴りつけてやったってわけか。そういうことじゃありません。先輩と一緒にしないでください。私はジルさんのことも大切に思ってるんです。でも私は間違ってない。
同情とか献身とかそんな理由じゃなかったんです。あの場所はそんなのじゃないんです。哀れみなんていらないんです。そうじゃなくて、そんなのじゃなくて、私は自分が好きだと思うから、純粋に大切だと感じていたから、だからあの場所にいたのに。私は優等生なんかじゃない。私はただ家族でありたかった。やっぱりうまくいかない。家族も友達も。私の手には届かないんだ。はあ、先輩は何かに一生懸命になることってないんですか。こだわりや譲れない一線はないんですか。ああ、怖いね。もういいです。先輩なんかに怒っても無駄ですよね。で、結局自分が何のために怒ってるのかわからんわけだ。先輩、やっぱりちゃんと聞いてませんでしたね。私が怒ってるのは、同情とかじゃないのに。私はそんな理由じゃなくて、本当に大切だってそう思ってたから。また堂々巡りかよ。俺もう飽きちゃったぜ。先輩、ちゃんと聞いてください。私は真面目に話してるんです。いい加減に流さないでください。まあそこんとこだけは自分ではっきりさせとくことだな。もつれた糸と同じ根元をほどかにゃ絡まる一方だぜ。せいぜい悩め。先輩、もういい。先輩なんてどうせからかってるだけなんだし。そんなことないですよね。レクター先輩は本当はちゃんと考えてる人だ。結局自分が何のために怒ってるのかわからんわけだ。もつれた糸と同じ根元をほどかにゃ絡まる一方だぜ。私が怒ってるのはどうしてなんだろう。私の心がこんなにも乱れ波立っているのはどうして。そうなんだ。私はずっと気づかないふりをしていた。必死に何かにしがみついて、これは正しいのだと呪文のように繰り返した。きっと失うのが怖かったのだろう。だからこそ私の心は。
ここが孤児院か。まあ今日のところは偵察よね。やっぱりあれはまずかったわよね。孤児院とかよく知らないのに軽く茶化しちゃったし、孤児院のことちゃんと知ればクローゼにも謝れるよね。なんだ、誰もいないんだ。はあ、へえ、結構いいところじゃん。ここが問題の。あ、ジルさん。久しぶり。します。ちょっと待っててね。今お茶を入れてくるから。クローゼ、私無神経なこと言っちゃった。いいの。ジルさん、私ね、幼い頃に両親を亡くしてるの。え？だからね、あの子たちに自分の姿を映していたのかもしれない。両親がいないからって必ずしも不幸じゃない。たったそれだけの理由でこの人は一生不幸なんだって決めつけられてしまうのは嫌。私ずっとそう思っていたの。かわいそうって言われたくなかった。私が言われたくなかったの。あのクローゼ、そのことなんだけど。ジルさん、最後まで言わせて。私はやっぱりここにいる子供たちを思って怒ったんじゃない。私はあの時自分のために怒った。そして、優等生とか献身とか、そんな言葉に苛立った。はぁ、偽善だよね。そんな心をジルさんに言い当てられちゃって。でもそれを認めたくなくて。つい、ムキになってしまったみたい。本当にごめんなさい。いやクローゼ、本当にごめん。私全然そんなつもりじゃなくて、そのクローゼの事情とかも全然知らなくて、偽善とかそういうつもりはなかったの。本当にごめん。本当はもっと早くに謝りたかったんだけど、その、どうやって切り出したらいいかわかんなかったというか。
それと子供たちのことかわいそうって言ったのも取り消します。私ここに来たこともないのに。孤児院の子ってどんな子か知りもしないのに。軽いこと言っちゃってごめんなさい。あのジルさん、子供たちのこと少し見ていかない？え？へえ、二段ベッドか。いいな。あくしょ。かわいい。本当にかわいい寝顔ね。知らないうちに傷つけちゃってた。うん、私もごめんなさい。あの時ジルさんに悪気がないってちゃんと分かってたのに、勝手に怒って八つ当たりしちゃった。いいよそんなの、私も悪かったんだしさ。でもね、私も今回のことで少し気持ちの整理ができたみたい。今は不思議なくらい穏やかな気持ちなの。私やっぱりここが大切な場所だって感じてるから。実はちょっと寝不足なんだけど。あれ、クローゼも？あ、私も昨日は全然眠れなくてさ。じゃあそろそろ行こっか。うん。そうだ、クローゼ。前から言おうと思ってたんだけどさ、私のことはジルって呼び捨てにしてくんない？私の方はずっと呼び捨てだしさ。うん、そうね。じゃあジル、今日はありがとう。うん。面と向かって言われると、こっぱずかしい。ああ、なんだか急に眠くなってきた。なんという陽気、耐えられない。ねえジル、自分の手で大切なものをつかむってこういうことなのかな。ん？孤児院は変わらずここにあった。私が固い意地を張っていた時も、この心の在り方に悩んでいた時も、この気持ちが偽善かなんてどうでもよかったのだ。私はこの場所が好きだ。たとえ私の目が曇り自分の姿すら見えなくなってしまっても、私は何度でも掴み取ろう。私と私の大切な場所を。私は私なのだから。そしてもう一つ気づいたことがある。私はまだ
あの人に一度もお礼を言っていなかった。今日こそはたんまり仕事してもらうわよ。観念しなさい。クローゼ大丈夫？ハサミ打ち作戦は失敗だったみたいね。愚か者どもめ。うわ、あんなところに。本当に素早いですね。ふん、己の資料の浅さを食いながらそこで朽ち果てるがよいわ。やろう。何わけのわかんないこと言ってんのよ。先輩のことだからきっと裏を書いてますよね。いると見せかけていない、いないと見せかけている。少し探してみよう。明日は生徒総会だ。早急に捕獲しろ。あ、はい。レオ先輩、相変わらず簡潔ですね。これはもしかして屋根に登るために？やはりここにはいないみたいですね。今は他を当たってみましょう。おや、またレクター君を探しているのかね。はい、そうなんです。明日は生徒総会なのにまた逃げ出してしまったんです。必要な書類も全然揃っていないのに。彼にも困ったものだ。学園長はそのレクター先輩を信頼なさっているようですけど。ああ、そうだね。彼には自覚があるのだよ。自分が何をやっているか、それがどんな結果に結びつくか、よく分かっているのだ。その上で好きなようにやっておるのだよ。
それに見合う覚悟を持ってな。信頼とは少し違うが、彼はなかなか面白い生徒会長だと思っておるよ。確かに捕まえた時にはそれなりに仕事してくれますし、普段はいい加減なふりをしてますけど、本当はいろいろと考えてくれているみたいです。でもそれなら逃げないで初めからきちんとしてほしいです。確かにその通りだ。今度そう言ってやるといい。はい、そうさせていただきます。見つけたわよ、このタコ生徒会長。さあ覚悟しなさい。ミック、あんた何してんのよ。話せって。俺は別に何も。だから俺は何も悪いことなんてしてねえって。じゃあなんでこんなとこに潜り込んでたのよ。どう見ても怪しいんだけど。いや俺もそう思って確かめようとして。確かめる？何を確かめるんでしょうか。ああ、実はさっき校舎の裏でものすごくだらしなく歩いてるやつを見かけたんだ。それはもう今までに見たこともないくらいだらしないやつだったぜ。どうしてでしょう。誰のことだか一発でわかったわ。そのだらけっぷりがあまりにもすごかったから俺も気になってさ、後をつけていったんだ。そしたらそいつ周りをキョロキョロ見渡した後、行動に入っていって、どう考えても怪しいだろ。俺もこっそり追いかけたんだが、ここで鉢合わせしちまって、そいつ俺の顔を見て慌ててこの下に入っていったんだ。俺も入ろうとしたんだけどよ、途中で突っかえちゃって。ちくしょう、もう少しだったのに。それはレクター先輩にからかわれたんですね。え？ミック、あんたいっつもサボることばっか考えてるからよ。
わざと気を引くような真似をしてあんたをはめたの。あの生徒会長の得意技の一つってとこかしらね。そんなあいつ生徒会長だったのか。信じらんねえ。あんなにだらしねえのに。今さらそんなこと言われても。ミックちゃんと聞きなさいよ。いい機会だから言っとくけどね。あのジル、あ、クローゼ、ごめん、ちょっとこいつに説教しときたいんだけど。いいよ、先輩探しの方は任せておいて。私ちょっと心当たりがあるから。もうレクター捜索でクローゼの右に出る者はいないわね。それはちょっと大げさだと思うけど。ルーシー先輩と二人っきり。あの、ルーシー先輩。何、ハンス君。いえ、あのですね、この世で一番大切なものって何だと思いますか。やっぱり愛ですかね。そうね、一番大切なもの、それは武力？え？はあ、なんだかまたレクターを殴りたくなってきちゃった。ルーシー先輩、俺でよければ何度でも。あら、クローゼ、レクター見つかった？いや、まだ。そう。あ、クローゼ、ハンス君。いや、なんでもない。どうやらレクターさん、この辺りにはいないみたいだな。クローゼは、そうだな、一度ジルのところにも顔を出してやってくれよ。やっぱりここにいたんですね。ああ、クローゼか。今日もいい天気だね。またそんなことを言って。暇なら仕事してください。みんな困ってますよ。いや、俺は今超忙しい。10年後の天気を予想しているのだ。邪魔をするでない。またいい加減なことを。でも、こういう時のレクター先輩って、意外と真面目に話を聞いてくれるんですよね。あの、レクター先輩、ありがとうございました。あ？何の話？
いろいろです。先輩っていつも私のこと助けてくれましたよね。でもいつもごまかしてさっさと逃げてしまうから、あれからずっと思ってたんです。一度きちんとお礼を言わないとって。ん？何のことだかさっぱりわからんな。先輩、以前尋ねましたよね。私は何のためにここに来たのかって。私は以前の生活が嫌いでした。ただ周囲に流されていくだけ。自分で掴んだものなんて何一つなくて。そんな自分が嫌いでした。私は空っぽだったんです。だから先輩の質問みたいなことは考えないようにしていました。弱い自分を認めてしまったら、もう強くあれない気がして。だけど、もう空っぽじゃありません。この学園に来て、先輩やみんなのおかげで、たくさんのことを学びましたから。そして、自分の力で大切なものをつかみ取ることができましたから。だから、ありがとうございました。クローゼ。やっぱお前真面目だな。そんなことで悩んでたわけ。エイドスもびっくりだぜ。またからかってますね。先輩はどうだったんですか？どうしてこの学園に？ああ、それはな。まあ、暇だったからな。特にやることもなかったし。そうですか。じゃあ、とりあえず仕事してください。明日は生徒総会ですから今日中に仕上げてもらいますね。まだ机に山積みになってますよ。おいちょっと待て、クローゼ。話せばわかる。ダメ。見逃してくれ。これが私が彼レクター・アランドールにお礼を言えた最初で最後の機会だった。彼はその後、その年の学園祭の翌日に突然退学届を出して失踪することになる。ちなみに彼は生徒会主催の劇でクライマックスのシーンに突然乱入し、面白おかしくぶち壊しにしたりもした。そして2年後、私は思いもよらぬ場所で彼と再会を果たすこととなる。Thank you.